ジョドは2016年10月1日から2021年3月27日まで土曜夜に宮崎放送制作で同局で放送していた下ネタ特化型社会情報番組2016年10月1日に放送が開始となった深夜の深夜による深夜のための90分を売りとした生放送ローカルワイドバラエティ番組30代の広末刑事と20代のカイアンナの 年齢差によってちぐはぐにもしっくりくるトークを展開し、口実の通り特徴として、かつてのシニアラジオ番組を彷彿とさせるやや過激な番組内容となっている。なお、番組内では、社会情報番組、教育番組、親子で聞ける番組と自称している。ジャットとは、宮崎県西部や鹿児島県本土で使われる方言で、そうだと意味する。同局長しかの地域外からも、 ラジコプレミアムを活用して聴取されている。2017年10月から2019年3月末までは、だいぶ放送でもネットされていた。2019年2月23日の放送で、番組開始以来出演してきたしげどめが卒業。2019年3月2日の放送より、カアンナが公認となった。2021年3月13日の放送で2021年3月いっぱい。 すなわち、同年3月27日をもって番組終了が報告された。同年4月3日より同時間帯で、カイアン案の今夜も、チェックチェックが放送された。2019年11月16日の放送で案内の胸ネタが急増したため、胸ネタ禁止令が発令された。2020年5月30日の放送であまりに、 ひどいラジオネームはラジオネームすら読まないと警告があった。また、ひどいラジオネームが減らないことから2020年6月6日の放送で、ひどいラジオネームは本名を読み上げることとなった。2020年6月27日の放送で、複数ラジオネームの禁止、番組の存続をかけて過度な下ネタの自粛要請が発令された。当番組のウィキペディア内容は番組からの 業務連絡により、リスナーが編集しなければならないルールとなっている。2020年4月より8強ヒューテック株式会社、風来券がスポンサーとなった。2020年7月より8強ヒューテック株式会社のみスポンサーとなった。9月からは新たに、自撮り炭火焼き一線がスポンサーとなった。2021年1月23日より、新たに株式会社、電産が、 スポンサーになった。私の一押しやリアクションメッセージを除く各コーナーへのはがきは土曜日必着、メールは土曜20時までが締め切りとなる。各コーナーごとに採用されなかったリスナーの名前も紹介している。その際、ラジオネームがあまりにも過激すぎるリスナーの名前は紹介されない。太字は宮崎放送アナウンサー。その他、ゲストリスナー。 番組関係者など2019年10月に OBS ラジオで始まった今晩マンゴーだがジョド出演時に生み出した決め台詞をそのまま番組タイトルにした姉妹番組と称されるきっかけとなったのが池田の番組電話出演池田は以前より番組のことは知っており電話出演時もいつものように番組を聞いていた2018年10月27日 ダイブ放送のスタジオから生放送を行い、ダイブ放送のアナウンサーで、広島津と同学年でもある小田高幸が初出演した。この模様はダイブ放送の他の番組でも、使用されている動画配信サービスフレッシュライブでも、同時配信された。の昼には、生放送特別番組にも一部出演した。2019年2月9日宮崎放送のスタジオに、 小田高幸が訪問。広島津、重止と3名で生放送を行った。2019年11月23日の放送に歌手のメラヨシカズがゲスト出演した。2020年7月4日の放送から日本47都道府県制覇の旅と題して全国のリスナーがどこから聞いているか募集し、日本地図の47都道府県全てを埋めようという企画が始まった。 2020年12月12日の放送に山梨県の小松知恵と和歌山県のリスナーからメールが届きクリアとなった。2020年10月31日の放送に宮川県がゲスト出演した。アンナは一度だけ遅刻をしたことがある。佐渡原町で夏祭りのイベント司会があり、司会終わりに駆けつけたのだが間に合わず到着するまでの間披露し末が、 不安げにつないでいた。オープニング曲前の英語でのタイトルコールは次のようなものである。Every Saturday We Broadcast MRT Radio プログラム4 Midnight for 90 minutes You must be exciting and can't sleep if you listen to it.This program is named ジョド。ありがとうございます。